皆さんこんにちは、加藤です。今回は日経平均が、大暴落しているということで、寿司ラーメン陸の視聴者とかですね、頭の悪い日本人がですね、まだ MMT とか言ってないかなということに対して、心配している件についてお話ししたいなと思います。皆さん、円の信用は大丈夫ですか？日本円は大丈夫ですか？このまま株価が下落しても皆さんが使っている日本円の価値はですね、大丈夫ですか？円高が進んでいますけれども、この円高はいつまで進むんでしょうか？なぜ円高になっているんでしょうか？皆さん本気で考えたことありますか？ね、多分考えたことがないと思います。本当にね、日本円っていうものの信用がですね、地に落ちる、可能性がですね、だんだんと近づいているということにですね、多分皆さんは気づいてないと思います。でね、どこから勉強していけばいいかっていうことなんですけども、まずね、中央銀行っていうものについて勉強するのが一番いいと思います。で、まず中央銀行について勉強して、でその後、なんで MMT が間違ってるのかっていうことを勉強していく流れがいいと思っていて、やはりまず一番重要なのは中央銀行について知ること。そして日銀の前総裁の白川さんという方がですね、今まで、ずっとですね、正しいことを言い続けてきましたが、日本人からはね、全く相手にされてこなかったわけです。なんですけれども、彼が言ってることが一番正しいわけです。なのでぜひですね、中央銀行 MMT と勉強したら、その前でもいいかな、日銀白川前総裁について勉強することをお勧めしますが、結構内容が難しいので、中央銀行についてまず知ることが一番重要だと僕は思っています。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。